はい、皆様、いかがお過ごしでございましょうかプルート向いです。さて、今回はですね、ジュラシックワールド新たなる支配者のですね、コメントをまとめてみましたということで、お話しさせていただきたいと思います。はい、えー、こちらのですね、ジュラシックワールド新たなる支配者ですね、コメント約120件ほどですね、いただいたということでございまして、コメントくださった方、本当にありがとうございます。ジュラシックワールドに対してのですね、熱い思いというのがですね、ひしひしと伝わってきた、えー、コメントでございました。なので今回 今回はですね、こちらのコメント抜粋いたしましてですね、皆様にご紹介していきたいと思います。おそらく皆様がですね、あーなるほどね、とか、あ、そういう考えもあるのか、とかですね、いろんな発見があると思いますので、ぜひですね、お付き合いいただければなと思います。では、早速行ってみましょうレッツーゴー はい。ではですね、早速お話の方入っていきたいと思います。まず最初、コメントいただいた方ですね、極東太郎子さんですございますね。コメントありがとうございました。えー、自分は面白かったです。炎の王国より文句ないです。ブルーは空気。あと、少なくともモササウルスをなんとかしろ。チャンネル登録しましたということでございまして。ありがとうございます。<laughs> はい。えーとですね、このコメントですね、非常に多かったコメントなんですよね。はい。 えっと、ブルーがまずですね、やっぱり前半と後半しか出てこなかったっていうことで、このジュラシックワールドシリーズですね、やはりブルーがですね、メインになってくるというかですね、応援とブルーといういいコンビで物語が進んでいったのにもかかわらず、最後はちょっと空気感だったっていうところのコメントとても多かったです。そしてですね、モササウルス、やっぱですね、人気でございますね、はい。オープニングに出てきたのがあれモササウルスでございますもんね、はい。あんなブワーってなってたにもかかわらずですね、登場シーンがちょこっとしかなかったっていうのは 非常に寂しいところなんじゃないかなと思いますこの好きな恐竜が出ていない出ているとかですねそういったコメントはとても多くいただいておりましたはいではですね続いていきましょう続いてはですねフルチェンジさんのコメントでございますコメントありがとうございますおっしゃる通りテーマ性の薄いのがこの映画の最も大きな弱点だと思いました 例えば、メイジーとブルーの子供は父親がいない、いわば、諸女解体で生まれるわけなので、そこが世界を救う宗教的なメタファーになるとか、生命倫理について深めていけそうな要素にあるのに、表紙抜けするほど平凡な結末に着地してしまうのですごくがっかり。かといって、ライド的な楽しさがあるかというと、恐竜に追われて追われて、なんとかセーフみたいなパターンを繰り返しなので飽きてしまいます。 悪役の計画も思想的な深みがなくキャラクターの魅力もないので倒されても何の語る質もない諸々もろもろ制作者の才能の限界を感じた作品でしたでもどうせ何年かしたら続編なりリブートなりが作られるでしょうからそれに期待しましょうということになっておりますはい僕もですねこのコメントですね非常になるほどなぁと思ったコメントでございましてそうなんですよねやっぱりこの生命倫理というかスターウォーズで言うとアナキン的な用途 要素でございますよ。はい、キリストとかと同じですよね。なのにもかかわらず、そこの要素というものは全く排除してしまって。まあ、この後ご紹介するんですけども、イナゴちゃんにフォーカスが当たったということで、要素としては炎の王国まあ、ちょっとね。あの炎王国ムムムって方はとても多いんですけども、やっぱりね。振りとしてはいい振りだったと思うんですよ。はい、そこがなんかうまく活かしきれてなかったなというところがあるのとあとはですね。恐竜に追われて追われてなんとか政府はですね。僕もそれは。 いました。確かに僕アクション要素では楽しめたんですけどもこのコメントいただいてですねあ言われてみれば確かに追われて追われてを繰り返していたなっていうところはありましたねはいまあそういったところでございましてですねリブートもしくはですね続編が出てきた期待しようというところでございますはいでは続いていきたいと思います続いてがですねココナッツ父さんからいただきましたコメントありがとうございますココナッツニュースさんかというかねちょっとわかんないんですけどもはいとてもシャレた え、名前でございますね。ということでございまして。はい。えー、稲子映画、面白かったです。あんな大量の稲子が見られるとは感動しました。ハラハラしました。ということでございまして、僕はこれを皮肉と捉えました。<laughs> はい。ねえ。まあですね、このジュラシックパーク、ワールドというですね、ジュラシックシリーズなんですけども、やはり皆様が思っている通り、恐竜にフォーカスを当てている作品でございます。にもかかわらず、あんなに稲子が出てくるというところでございまして、まあ僕ですね、イナゴの ににについいいいててての、ね、のててのでですすすね監督発言とととうころろ動画残しししままもよけけれればばご覧ななっていただければなと思いますその動画を見ていただければですね、あーなるほどね、監督がやっている意図わかるわ、という風になるんじゃないかなと思いますね。はい。やっぱり稲子問題ということでございましてですね、僕もある意味でですね、あの、火のをまとったですね、稲子たちがですね、空から落ちてくるっていう、降ってくるっていうシーンにはですね、感動、もしくは笑いというものが生まれましたね。はい。では続いて、ガンちゃんさんから

スピノ出て欲しかったということでございまして、やっぱりですね、ジュラシックパークパート3が好きなガンちゃんさんなのかもしれませんね。はい。やはりですね、今回のジュラシックワールド新たなる支配者なんですけども、まあ、ファンに向けたですね、サービスな作品になっていると僕は思っていたんですね。まあ、そういったところでは確かにスピノサウルスが出ていてもいいんじゃないかなというふうには僕も感じました。で、スピノサウルス結構ですね、ファンの方は多くいらっしゃるんですよね。まあ、ジュラシックパーク3ではティラノサウルス、 x を超えるスピノサウルスが現るみたいのがですね、えー、売りだった作品でございまして、特にですね。あのポスターとかもスピノサウルスが表示になっているのは、あのパート3だけですからね。やっぱりそういったところではですね。スピノサウルスできても良かったんじゃないかなと。ただね。いっぱい出てきちゃうからね。<laughs> あんまり言っちゃうとね。あの、もうお祭り騒ぎになっちゃったっていうところでございましたので、まあ、そういったところでですね。スピノサウルスも出て欲しかったというコメントでございました。 では続いて、砂流さんからのコメントでございます。コメントありがとうございます。ブルーは前作最後に応援とは別れる選択をしたようなのに、なぜご近所さんなんだろうって思いました。 メイジーも前作では選択の責任を全く感じていないようなのがちょっと世界に散らばった恐竜全部を解き放ったわけでもないでしょうがクローンだってみんな生きていると放った恐竜たちに丸々された人々だって行きたかったでしょうに狙われているから応援たちに外に出してもらえないので不満そのぐらい我慢しろメイジーということでございますはい思春期真っ盛りのメイジーちゃんでございましたからですね私も街に出たいということが <laughs> 描かれていた作品になっていたんじゃないでか でしょうかはい。まあですね、僕もこれ思ってるんですよね。なんでブルーあんな最後に感動的な炎の王国では感動的な別れをしたにもかかわらず、なぜあんな近所のご近所さんにいるんだろう。これはですね、皆様がハテなマークに思ったところだったんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、メイジーパートですよね。先ほどのコメントにもありました通りなんですけども、やはりメイジーちゃんというのが炎の王国で非常にキーになってるキャラクターにもかかわらず、僕もですね、この責任感っていうところは 全く感じられなかったなというところでございますねはいまあこのメイジーちゃんですけども、まあ、正確には今回のお話だとクローンではないっていう結果にはなったんですけどもやはり同じ境遇にいる恐竜ちゃんたちに何もせずに終わってしまったプラスアルファ世に放った責任というものは確かに、えー、描ききれていなかったなというところでございますねはいまあそういったところのコメントもですね非常に多くいただけておりました では、続いてのコメントは、元のゆきさんのコメントでございます。コメント、ありがとうございます。えー、共存なんて無理に決まってんだから、そもそも無理だったんですよってお話。<laughs> ね、これね、めちゃめちゃ思いました。うん。あのね、 共存はね、やっぱね、無理よ。<laughs> だって恐竜だもん <laughs> ね。ワンちゃんとかじゃないんだから。ワンちゃん、猫ちゃんだったらまだね、凶暴なつでも大丈夫かもしれませんけど、相手は恐竜なわけでございますよ。やっぱね、肉食恐竜もいるわけですから、そいつらと共存するというのはやはり無理があるんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。はい。まあ、そういったところでは博士の最後のコメント、共存できるから頑張りましょう。寄り添えば大丈夫だよ、みたいなことを言っておりましたけども、いやー、それ寄り添っても無理やろー。 っていう風に考えながらですね、この1、2週間ぐらい、公開されて1、2週間ぐらい過ごしておりました。はい。続いてのコメントは、ホウさんからのコメントでございます。コメントありがとうございます。ブルーの子供の救出に都会に出る。しかし、都会にも凶暴な恐竜が迫っていて、旧作3人の力を借りて恐竜と対峙する。共存はどうなるかとこんな感じかなと思いました。トップガンみたいにこの手の映画はシンプルな方が好きです。 話が複雑になって残念な感じでしたが、スパイアクションのようなモンスターバトルのような、えー、エンタメとして面白かったです。イナゴはいらないということでございます。はい、ありがとうございます。 いやー、シンプルイズベストっていうところがあると思うんですよね。うん、な、やっぱり監督今回の作品はですね、まあ集大成ということでいろいろごちゃごちゃ。まあね、このね、稲子ちゃんを入れちゃったっていうところがね、僕の中ではごちゃごちゃ要素だと思うんですけども、やはりこう、シンプルイズベストっていう言葉が僕はジュラシックパークには一番合っているんじゃないかなと思います。ただ、そのシンプルイズベストっていうところだと、やはり僕たちってマンネリ化っていうところでしてしまうと思うんですよね。やっぱり前と同じジュラシックパークワールドやん とかなっちゃう、まあ、そういったところを監督はですね、ある意味、こう、ひねってですね、今回提案したのが新たな支配者だったのかもしれません。はい。あまりにもね、ひねりすぎちゃってわけのわかんないことになっちゃったっていうところがあるかもしれませんけどもね、はい。 そして、スパイアクションとかですね、モンスターバトルということで、僕はですね、この作品007に非常に似ているなっていうところを感じたんですけども、その他にもですね、ミッションインポッシティブルとかですね、スターウォーズに似てますねというコメントもとても多くいただいておりました。 まあそういったところではですね、まあ恐竜アクションではなくて違った要素が楽しめる、まあ新たな作品になれたのかなというのも個人的には思っております。続いてのコメントは、麻痺あさんのコメントでございます。コメントありがとうございます。 自分は稲子問題を解決する方法が気に食わないです。ジュラシックシリーズには遺伝子操作を良くないものとして扱っているのに対して稲子問題を解決するのにはまた遺伝子操作をして人類みなハッピーはふざけているなと思いました。ジュラシックシリーズにおいて遺伝子操作で解決だけはしてほしくなかったです。というコメントでございます。めっちゃわかる。これですね。まひさんのコメントを見てですね、確かにそうだよねって僕思ったんですよ。うん。僕もね、この動画を あげる前に予習復習しましょう動画っていうのを出させていただいて遺伝子操作っていうのが危ないですよそういった問題提起の作品になってますよって言ってでも関わらずもう稲子問題にパンチがありすぎてちゃんとしたところを見ていなかったということでハッとさせていただきましたはい まあ、そうなんですよね。今回のジュラシックワールドとかパークってシリーズは、遺伝子操作をしてしまって、難しい絶滅してしまった、え、恐竜を復活させてしまった、それっていいことなの悪いことなのっていうお話になってるわけじゃないですか。それでこそ、マルコも博士とかもですね、いや、自然の説理としては、恐竜はそのまま絶滅した方がいいって炎の王国でも言っていたんですけども、まあそういった遺伝子操作というお話に、ケりがつくのも、もう新たな支配者の要素だったのかなと思っていた なんですけどもまあ、どうなんだろうね。監督の方向性としては、遺伝子操作をする、すると、まあ、未来を築けるのかどうなのかわかんないよ。わ <laughs> かんないけどね。はい。僕が勝手な妄想でお話ししておりますけども、まあ、そういったところでですね、本当にこれごもっともだと思います。結局、最後の最後でも遺伝子操作をしてハッピーエンドっていうところでは、まあ、落とし前がついていなかったんじゃねえかなと思います。続いてのコメントは、 ぬいンさんのコメントでございます。コメントありがとうございます。正直、前作ラストから話は一切進んでいない。前作提示されていた問題は解決せず、稲子やら、メイジーちゃん脱刊やらの問題にすり替えられたということでございます。はい。もうね、本当にその通りですよね。はい。もう、前作があったからこんな感じになっちゃったのね。うん。でもね、僕、そう思ったのが、僕ね、 あの、前作の炎の王国は、あのね、結構国標じゃないですか。僕、あれはあれで良かったんじゃないかな。振りはめちゃめちゃ良かったんだなって思っているんですけども、やっぱ NE さんがおっしゃってる通り、振りがあるんだったら落とせよってことですよね、NE さん <laughs>。そうですよね、はい。もうそういったところでは、なんか前作で一切なかった稲子やら出したりとかですね、まあ、メイジーちゃん奪還というところになっておりまして、僕たちが見たかったのはこの都心にいる、まあこの後も動画の、この後のコメントのお話しするんですけども、都心 その恐竜たちがほにゃららみたいなところが見たかったというところがやっぱり大きなところでございますよね続いては下地砂す助すさんのコメントでございますコメントありがとうございます このシリーズ大好きでした前作の結末で、え、これからどうすんの描くこともうないよねと、いい意味で期待していました。そしたらめちゃくちゃがっかりしてしまいましたね。恐竜がいるなら普通は進撃の巨人リにバリケードを築くやろが、なんでみんな余裕なんだよ。主人公たち全員集まるのは今までのことをいつも解決してきたからって理由で国に全員召集されるっていう感じで良くないと思いました。アルマゲドンみたいに。いやーね、かっこいい。本当に。 僕もね、恐竜がいるんだったらもうちょっとリアリティがないとあかんなっていうところがあると思ったんですよね。はい。まあそういったところでは本当にこう、 日本え、日本じゃない、えっ、ー、と、世界がどういう風に恐竜対策をしているのかというのは描かないとですね、やっぱりリアリティがなかったと思うんですよね。あの、今ドア制しちゃったんですけど、あの、首の長い恐竜ね。首の長い恐竜が雪山をこう、のそのそ,のその歩いてても、人間に脅威さというものは何も感じられなかったと思うんですよ。ただ、なんか予告だと、プテナウドンみたいのが飛行機を襲ったりするやつがあったと思うんで、なんかそういうところをもっとですね、えー、入れた方がいいんじゃないかなと思いました。 だそれでこそ、えー、都心でのですねこうチェイスシーンとかもあれ結局遺伝子操作されていた、えー、恐竜になっていたんでやっぱりそういったところではですねうんもうおっしゃる通りだなというふうに思っておりました思っておりますはい続いてのコメントはチャンネルケさんでございますコメントありがとうございます 自分は楽しめたんですが、それでも気になる部分はある。まず、あんなに稲子を出すな、気持ち悪い。稲子なら、インドラプトルを大量に出してくれた方が良かった。それと、旧三部作の博士たちをどうしても出したいがために、無理やりストーリーだと感じました。だとしたら、ジュラシックワールドの新作ではなく、ジュラシックパークの新作としてリメイクした方が、話がまとまったかも。 つまり、パークシリーズとワールドシリーズは絶対に混ぜちゃダメだったということでございます。はい。いやーですね、本当にね、パークシリーズとワールド混ぜちゃったからね。うん。まあ、それがですね、ファンとしては見たかったところだったとは思うんですけども、まあ今回の新たな支配者を見ると、ちょっと混ぜちゃったの注意が必要だったのかなっていうところがありました。うん、もっとね、うまく描ければよかったというところはあると思うんですけどもね。はい。 やっぱりそういったところでは、えー、とですね、この前、稲子ちゃんの動画僕出させていただいたんですけども、本当にね、この博士たちをですね、どうしても出したかったっていう監督の意向があるんですよ。で、どちらかというと、この、 旧三部作の博士たちをメインでお話を構築していったっていうところがありましたので、やっぱりそういったところは僕たち観客にもですね、伝わっちゃったんじゃないかなと思っております。続いてのコメントは、チャンネル日本愚か者伝説さんのコメントでございます。コメントありがとうございます。やっぱり映画って続編を作りすぎると尻つぼみになっていくんだな。同じユニバーサルの映画、バックトゥーザフューチャーのシリーズの完成度の高さを再認識したわということでございまして、いやーね、 このコメントはね、ぐさっと刺さるよね。ちょっとね、監督に見せたら、うわーって思っちゃうようなコメントだと思います。はい。まあ、特にですね、バックトゥーフューチャーはですね、僕も非常に大好きな作品でございまして、はい。やっぱりね、この3部作でこう、キュッとまとめる、まとめる感というところでは、やっぱり昔のバックトゥーフューチャーっていう作品でもうまくできていたっていうところで、そういったところでは非常に惜しかったのかなというのも感じました。続いてのコメントは、としひろ、森さんのコメントでございます。 コメントありがとうございます。これは楽しかった。みんなが国境する稲子も遺伝子操作によって恐竜よりも地球にとって良くないことが起きるぞというある種よりリアリティを感じさせるエピソードとして捉えております。従って新たな支配者というのは人間が手に染めて遺伝子操作で生んだ全ての生命なのではということでございます。はい。いやーですね、この新たな支配者っていうですね、この新たな支配者って一体何なの説でございますよね。 はい。まあですね、地元では稲子ちゃんかもしれませんよ、みたいなお話がありますけども。まあそういったところでは、人間が手に染めて遺伝子操作で生んだ全ての生命というところでございまして、まあそういった考えをするのであれば、こう続編に続くような展開になっていくんじゃないかなと思っております。続いてのコメントは、タカチンさんのコメントでございます。コメントありがとうございます。 いつもためになる動画をありがとうで、ジュラシックワールド新たなる支配者ですが、1作目からリアルタイムで見てきたファンとしては、旧三部作のメインキャストが揃うというサービスっぷりは正直嬉しかった。しかし、前作で恐竜は世界に放たれたわけですよね。 それなら、サノスの指パッチンのごとく、人類の半分が恐竜の餌にされて人口が激減した、あれから5年後とエンドゲームみたいなオープニングがしっくりきたと思います。ストーリーの方向性に納得いきませんでしたし、後半は飽きてしまいました。ブルーの別れのシーン、いいシーンっぽく撮ってますが、あれ、前作でやってますよね。泣けないな残念な作品、再撮影しなくても、撮影された素材をうまく編集し直すだけでもいい作品にはなりそうではある。上から。 目線ということでございまして、いやーね、素晴らしい <laughs> ブラボー、もうね、これをね、うん、これをうん、僕ね、本当にこ,このね、高知さんのコメントに返答させていただいた、これをうん。 リアリティを先ほどの動画で、先ほどのコメントで会いました通り、本当にね、放ったれた後のリアリティって感じないんですよね。いつもと変わらないやんっていうところで、やっぱりね、この5年後に人口が激減したみたいなところがないと、あの世に離られてしまった恐竜たちは何をしたのかっていうのがうまく描かれていないっていうところだと思うんですよ。で、 僕もこれ、あの、他のコメントでもあったんですけども、やはりこう、人口が激減した、まあ、激減するかもしれないシチュエーションっていうところでは、やっぱり国が絡んでないとダメなんですよね。うん。国が絡んで、まあ、どっかの国とどっかの国がこういった、なんか協定を結んで、恐竜をやっつけようとしております。ただ、アメリカの方では、恐竜はちゃんと保護しましょうみたいな、そういったなんか、世界のですね、こう、政治みたいなのも描かれていた方が良かったんじゃないかなと思いますね。まあ、あのー、 サノスぐらいがちょうどいい。あの、僕ね、途中で考えてたのが、猿の惑星ぐらいやったらどうなのかなと思ってたんですけど、猿の惑星までやっちゃうのね。それはそれでもう、に、もう人間勝ち目ねえわってなってしまうところになってしまう、ってなってしまうというところだったので、はい。 もうね、このオープニングから始まったらめちゃめちゃ熱い。ちょっとね、後輩したね、世界観になっていて、みたいなね。あんまりこう、機能していない。政治とかもなんかあんまり機能し,しなくなっちゃったとか、そういったところはですね、非常に面白いかなという妄想が広がったコメントでございました。 続いてのコメントはフレックさんのコメントでございます。コメントありがとうございます。バッタはラボで細胞を採取しなきゃいけなかったのでしょうか野に放たれたバッタでも良かったような。<laughs> ああ いや、もうさ、もうこれね、僕コメント読んだんですけど、もうマジでごもっともだなって思って、もう爆笑しちゃったっていうところがあったんですけども、ね、これさ、あんまり思わなかったよね。皆さん今日結構異表に疲れてませんかこれ。もうね、う本当にそう思った。うん。確かになって。別にね、なんか特殊な注射針を使っていたとかそういうわけでもなかったんで、別にね、 うん。本社に乗り込んじゃ、本社に乗り込まなくても全然ありなんじゃねえかなという風に思っちゃった次第でございます。なんか書いてありましたかねなんかその、いや、こういった理由で、あの、ラボに行かなきゃいけなかったんですよ、みたいなコメントがあったらぜひですね、えー、コメントいただければなと思います。はい。 はい。このようにですね、コメント読まさせていただきました。えー、他にもですね、コメントくださった方、本当にありがとうございました。皆様のコメントですね、非常に参考になる。なおかつですね、楽しませていただいたというのがですね、僕個人的な感想でございました。はい。いやーですね、本当にこのジュアシックワールド新たな支配者にはですね、たくさんの思いが生まれたなーっていうのが、今回この動画をですね、コメントまとめて新たに発見できたなというところでございます。はい。でですね、このプルトム界のシネマトークショーでは、